CSX8888 号暴走事故は2001年5月15日にアメリカ・オハイオ州で発生した列車暴走事故である。CSX トランスポーテーションの貨物列車が機関士不在のままルテンしたが他の機関車を後部に連結して停車させた。2010年の映画アンストッパブルのモデルとなった事故である。同型の機関車2001年5月15日、オハイオ州。 トレド郊外のワルブリッジにある CSX の総車場、スタンディーヤードにて、金属35年のベテラン機関士が SD40 から2型電気式ディーゼル機関車と47両の貨車を仕分け線から出発線に入れ替える作業を行っていた。機関士は列車を発車させた後、進行方向のポイントの向きが間違っていることに気づき、空気ブレーキを作動させたが、 ポイントまでに止まりきれないと判断。ブレーキをかけたまま機関車がポイントに到達するまでに飛び降りて走り、ポイントを切り替えて、また運転席に戻ろうとした。この時の機関車の速度は8マイルパーアワーであった。機関車はさらにブレーキをかけるため、空気ブレーキに加えてダイナミックブレーキを最大まで動作させてから、機関車から飛び降りた。SD40 からには、 電気式ディーゼル機関車であり、ダイナミックブレーキを使用することにより、機関車はさらに減速するはずだった。しかし、実際はパワーモードが立行から、ダイナミックブレーキに切り替わっておらず、コントロールレバーがフルスロットルになったことで、機関車は無人のままフルパワーで加速し始めてしまった。機関士は慌てて、機関車に飛び乗ろうとしたが、雨で手すりが濡れており、 這い上がれずに転落した。機関車に空気ブレーキはかかっていたが、入れ替え中のため貨車にブレーキホースが接続されておらず、機関車にしかブレーキがかかっていない状態だったため、加速する列車を止めることができなかった。また機関車には、一定時間操作を行わないと列車を緊急停止させる、日本における EB 装置に相当するアラーターという装置が装備されていたが、 空気ブレーキがかかった状態であったため動作しなかった。12時35分、最高速度70マイルパワー、最高出力3000馬力の機関車が牽引し、その後方に総重量3000トンに及ぶ貨物車47両が牽引された合計48両が連なる CSX8888 号貨物列車の暴走が始まった。 下半式脱線機12時38分、事態は、オハイオ州警察に通報された。また、操車場スタンリーヤード管制室に事故の連絡を受けた CSX 社副社長が詰めかけ、完管制室から連絡を受けた金属31年の機関士は、4マイル地点のダンブリッジの踏切へ、先回りして、先頭の機関車に乗り込もうとするが、速度が速く断念せざるを得なかった。 完成室はこの時まで機関車がフルスロットルとなっている事実を知らず時速 10km 程度で徐行しているものと推測して乗り移ることが可能と考え連絡したのだった。機関士から連絡を受けて初めて完成室は事態の深刻さに気づいた。貨車に積載されていたのは資料や資材、そして2万リットルもの溶解状態のフェノールであり、 加熱され気化し空気と混ざり合うと爆発性の混合ガスになる可能性があった。スタンリーヤードから66マイル離れたオハイオ州、ケントンには下り勾配の急カーブがあり、安全に通過するには速度を時速40キロメートル以下に落とす必要があった。さらに、その周辺には燃料倉庫やガスタンク、そして民家が密集していた。ケントンの 急カーブに差し掛かる頃にはフルスロットルで加速した8888 88号は時速 100km を超え急カーブで脱線することは確実でありその前までに列車を停止させなければ人口15000人の検討を巻き込む第3次になるのはほぼ間違いなかった13時検討の急カーブまで残り 80km の地点で警察は 機関車の緊急停止用非常スイッチを狙撃し列車を停止させることを管制室に提案。燃料タンクへの引火を管制室は懸念したが、最終的に了承した。13時30分、フィンドレーの踏切で、警官2名が少しでも当たるようにと、至近距離からショットガンで狙撃したが、非常停止スイッチはわずか3センチメートルの幅しかない、小さなもので、 さらに8888 88号の速度がこの時点で43マイルパーアワーという想定以上の速さだったため失敗した。13時35分34マイル地点のダンカークの対比線の切り替えポイントに先回りしていた機関士が管制室の合意の下であらかじめポイントを切り替えることで安全な場所で列車を脱線させ停止させようと試みる。しかし、 50マイルパーアワーというあまりの速度にポイントが跳ね返されてしまい失敗した。県ン,ンの急カーブまで残り3 0トルとなったところで県ン,ンの町で避難誘導が始まった。メディアもヘリコプターを出し列車を空撮して報道し始めた。14時5分8888 88号と同じ本線を逆方向からし指示通り大飛線に進入して間もなく 8888号が横の本線を通過、暴走列車を追跡していた機関士が対比線へと駆けつける。そこで、9 9 6号の貨車を切り離した上で本線をバックし、暴走する列車の後部に機関車を連結してブレーキをかけて止めるという作戦を提案。管制室も合意したため、最後の希望として、Q96 号が8888 88号の 追跡を行うことになった。対比船内では、9 9 6号は方向転換ができないため、交代運転で進行方向の状況が見えない機関士のために、車掌が機関車の後方に無線機を持って立った。時速 100km で交代しながら追跡を開始した9 9 6号は、検討の 急カーブまで残り時間7分の地点で追いついたが、スピードを緩めた場合引き離される恐れがあった。ヤムオエズ機関士は車掌にその旨を無線で伝えた後、そのままの速度で連結を試みた。列車の連結作業は、通常時速時速10キロメートルほどの助行運転で行うため、その10倍値成功の可否が危ぶまれたが、Q96 号は無事連結に成功し、 車掌も振り落とされることなく無事であった。九9 6号の機関士はダイナミックブレーキを使用し、8888号は減速して行った。列車の速度が11マイルパーアワーまで落ちたところで、先回りしていた機関士が乗り移って888 88号のスロットルを戻し、エンジンを停止。それに気づいた九十六号の機関士がブレーキを使用し、 14時30分、事故現場から66マイル離れたオハイオ州トンで列車は完全に停止した。脱線が確実視されていたトンの急カーブまで残りわずか 2km の地点であった。最高時速 110km、走行距離のべ 105.6km、走行時間約2時間の暴走だった。なお、8888 88号のブレーキ臭は全て、 焼き切れていた。幸いにもこの事故による死者はなく、事故発生時に転落して、軽傷を負った、機関士以外に負傷者はいなかった。直接の原因は、機関士がブレーキが動作したと思い込んでしまったことであるが、この他に、複数の規則違反もこの事故を誘発した。この他にも、など、ヒューマンエラーを誘発しかねない仕様や、それをカバーする設備の不具合などが重なって生じた。 事故だった。ありがとうございます。